はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドラの動画になっておりますけどね、しょうがない動画にこうお付き合いいただいております。年末にさらばグラストラッカーみたいなね、我が愛機とお別れするお話をさせていただいたんですけど、まあ、我が愛機っつってもね、そんなにあちこち出かけた記憶もないから、まあ、思い出も今一丁のような気もしなくて、まあ、富士ですっ転んだ記憶だけは鮮明に残っておりますけどね、まあ、お別れすることになったきっかけっていうのが、まあ、新しい相棒と巡り合うことができまして、まあ、今年あちゃこちゃ連れてってくれる相棒をご紹介する今日の一本になっております。はい、今日ご紹介しましょう、その相棒SV650 君でございます。今年はね、一緒にあちこち駆け回って、楽しいツーリング動画なんかもお仲間さんにお見せできたらいいなーって思ってるんですけども、まあ、この SV650 っていう車両がどういう車両かっていうのはね、おいおいその動画の中でご紹介していくもんなんだろうなと思っております。まあ途中でうちのね、浜っ子ターさんにインプレやってもらうみたいなとか、この車両紹介とか、まあそうでなくてもちょっと時間があれば、ね、僕もあんまりこう青春時代にやってこなかったツーリングみたいなものをねやっていきたいなと思っております。まあ、GSXR の125サーキット企画の方もありますんで、まあ、今年はね、大谷選手ばりの両刀使い、両刀使いじゃない、二刀流みたいなねことで、サーキットで練習しながら、SV 組んでツーリングもあちこちね楽しく、まあ、趣味バイクとしてね、相棒としてうちにやってきてくれたわけなんですけど、まあ、今日はね SV650 がどういうバイクかっていうご紹介ではなくて、まあ、この子がね僕の相棒になる、そのきっかけ、なんでうちに来ることになったのかねっていうね、そういう話になるんですけども、もう長年こうご近所付き合いありまして、まあ、うちのお仲間さんでもあるんですけど、うちでパパパパとね呼んで、呼ばせていただいてるお仲間さんがいらっしゃいまして、まあ、お仲間さんじゃないんですよ、リアル近所のパパ友みたいな、ことで、もう子供小さいうちからこう家族ぐるみの交流がありましたね。まあ、何々くんのパパ、ね、何々ちゃんのパパみたいな、その上が外れて、パパパパと呼ばせていただいて、はや、もうどんぐらいですかね、子供ちっちゃい時からだから、もうかなりの年数じゃないですか。まあ、そうやってお付き合いさせて、まあ、そうやって家族ぐるみでお付き合いさせていただいてた方なんですけど、もうね、まあ、今、リアルに僕もバイク屋としてもね、お世話になってて。もう本当にこう懇意にしていただいて、お店丸ごと応援していただいているような方なんですけどね、ちょっとここ最近でね、大病を患いまして、こうバイク乗る方なんですけど、ね、SV650 でもう福島とかもうツーリングビュンビュン行っちゃったりとか結構乗られてたんですけど、大病を患ってからはやっぱりその体力の低下とかね、まあ、もちろんこれからの体力回復させるためにリハビリみたいなとこもあって、まあ、あんまり置きバイクでね遠乗りする体力もあれだしみたいなんで、ちょっと手放そうかなみたいなねお話が、だからこれが車検が切れるきっかけでご相談いただきまして、最初僕ね車検を通すお話だと思ってたんですよ。まあ、パパもどうだったんだろうな、でご相談いただいて、はいはいはいってもうね車検通すのなんか別にわけないんで、なんですけど、車両をお預かりするときにパパの方からお話が出たのが、まあ、やっぱりちょっとこうね、大病を患ってから、まあ、手術とかもありましてね、まあ、体力的なものもみたいなことあって、ちょっと手放そうかなと思っていると、で車検代ぐらいでなんかねもらってくれる人いないかなみたいな思ってんだよねなんてお話があったんですよ。だそのお話聞くとやっぱりこうなんだろうな、まあそんなもったいないですよっていう話でもないじゃないですか。やっぱその体力的なことなんかもおっしゃってるし、大病を患ってるのはもう目の前で見てますんで、
ああ、そうですかね、まあやむなしでしょうけど、車検代ぐらいでね乗ってくれる人いればねなんつって、おっしゃってたんで、それは、まあ、僕もねちょっと冗談交じりで言ったんですよ。そんなの車検代ぐらいでいいんだったら僕乗りますよ。まあ、普通ね、普通こう対話の流れで出る話なんじゃないかな。僕もまあ、冗談で言ったんですよ。バイク屋の業務としたらね、買い取りとかの話が出るんでしょうけど、ね、長年こうお付き合いしてるパパとの会話の流れで、そんなんでいいんだったら僕乗りますよっていうのをこう冗談で言ったつもりだったんですけど、まあ、パパの方からこうご提案っていうのかな、どうなんだろう、僕が冗談でそう言ったことに対してパパが、まあ、いいよっていうね、いいよっていうか、乗ってくれるみたいな、まあ、そういうお話いただきまして、まあ、僕もね、いや、ちょっとは思いましたよ、やっぱり。まあ、ただね、パパも言い出しちゃったら、なんか多分ね、あんまりこうどこにでも買い取り業者なんかに出して高く売れればいいやみたいな方ではないので、なんとなくね大事にしてくれる人がいればみたいなことをおっしゃってたので、まあ、一応ねバイク屋なんで、まあ、大事には乗れるかなみたいなねところもあるんで、パパの方も冗談みたいな感じではなかったんで、僕でよろしければみたいなことになって、うちの僕のね相棒になることになりました。あちゃこちゃこれからね連れてってもらう、こう一緒に今年ね時間がある限りね、どっかこうあちゃこちゃ、連れ回してほしいなというような感じなんですけどね。まああんまりねこの長いバイク乗り人生でしたけど、ツーリングとかそんなに経験がないので、まあ、楽しみですよ。まあ、高速道路とかもね、わけなくこなす排気量ですし、スズキの V ツインエンジンってね、僕も本当好きで、TL1000 とかね、SV400 とか、まあ、いろいろ乗ったことありますけど、僕もこの蘇生が丸ごと好きなバイクですので、ね、これぐらいの排気量あるとまた楽しいでしょうね。ただまあ、この間うちの仲間さんでジュンさんね、お世話になってるジュンさんが遊びに来てくれた時もこんな話をちょっとチラッとしたんですけど、まあそもそもですよね、マスターって大型免許持ってるんですかって聞かれてああって僕もいよいよそのレベルなんですね、本当ね。まあ、うちの若手にも言われたことあるんですけど、加藤さんってそもそもバイク乗れるんですかって聞かれたことあってそうですね、まあ、僕どっちかったらいじるよりも乗る方が好きでこの業界入ってきてますし、一応大型免許も持ってますなので、まあ、今年はね、サーキットの方と、SV650 と一緒にツーリングの方と時間を取れる限り、楽しんでいきたいなと、ね。まあ、結構お店がね今年結構いろいろ忙しく厳しいことになるんじゃないかななんて思いますけど、まあ、悲壮感漂うようなね話ばっかりしてちゃしょうがないんで、まあ、空き時間にはきちんと、まあ、趣味の方もねやらせていただけるように頑張っていきたいと思っておりますんで、まあ、お仲間さんにおきましてもね、まあ、このシーラカンスみたいな原付は、まあ、ちょっと頑張れやと応援していただけるようなことあれば、今後も引き続きよろしくお願いいたしますという感じです。はい、今日はね、今年からうちの相棒になりました SV650 くんのご紹介でございました。はい、パパ本当ね、あちゃこちゃ行って、まあパパもね動画見てくれてるんでね、なんかどっかパパも行った気になるような動画とか撮ってきてますんで、まあ期待しておいてください、はい、本日はねそんな
新しく相棒になった SV 君をご紹介する一本でございました。よろしくお願いいたします。この企画、曇りなき眞の子で見届けよ。また次回。どうもありがとうございました。